皆さんどうも、マキューです。今回は封印強敵のメラメライオンを無特攻でね、攻略していきたいかと思います。ここのステージの特攻はウルトラ Z のね、夏目だったり夏男ということで、まあ、この2体なしでもね、おそらくね、勝てると思うんでね、しかもこの2体ゲットするの大変だと思うので、既存のね、キャラたちで無特攻でね、挑戦していきたいかと。で、今回ね、4種族種族制限でね、4種族しか使えないんですけど、プリチでね、やっていこうかと。またね、全種族やるのはまた別動画でできたらやっていきたいかなと思ってるんですけど、今回プリチかな。で、この編成かな。シュカとかハイバルとかのフィーバーカスク入れて、あとはね、大量消しスーパーフィーバーだったり、種族効果の復活って感じかな。まあ、プリチね、めちゃくちゃ強いと思うんでね、シカフェスも登場して、せっかくなんでこの編成でやっていきたいと思います。ワンチャンシカフェスのところはね、普通に種族効果とかね、ニャンボカッパいる人はそっちの方がいいかもしれないね。うん。スーパーフィーバー基本2体もいらないと思うんでね。そうだね。ニャンボカッパいたらそっちの方が多分一番いいかな。じゃあこれでね、敵の HP96 万ってことで頑張って削っていきましょう。さあさあ、まずはね、なるべくね、早めにフィーバーインすることをね、目標にってかやっていこうかと。オッケー。で、まずは最初は大量消しだね。大量消しが全然溜まってないっていうね、ハプニング起こしつつ、溜まるかこれ大量消し。オッケー。だから大量消し溜まった頃には、もうフィーバー終わりかけっていう、完全グダグダじゃねこれ。いけるのこれ。いけなくないこれ。いけるかな。ちょっともうこれ負け濃厚説ある。溜まってねえから、技が全然。あー、不分繋げんかったな、下4サイズ。終わったっぽいな、これ。いけるかな。けどいけるかなこれ。さあさあさあ。ちょっとこれ削れなさそうじゃない？いけんのこれ。あ、全然ダメなのこれ。ラスト一発撃っててなんとかぐらいか。ちょ、もう一回だけ挑戦するわ。ちょっと、もう一回だけしか勝たないとこれ動画じゃねえけどな。うん、動画にならんけど。ちょっと一回目普通に負けちまったわ。今のは完全にね、大量消しがね、貯めるのにぐだってしまったから、もう一回やるわ。うん。さあさあさあ。さすがにね、プリチ、こんだけキャラパーツ受ければ無特攻いけると思うんでね。もう一回やっていきましょう。さあ、まずは早めにフィーバーインよな。なるべく早めに繋いであげて、こんな感じかな？ OK。で、次はフムルダルクね。ほぼ溜まってるってことで、もう最初下る心配はないね。あとはハイバラさん溜まるか問題がちょっと次は絡んでくる。OK。正直シカフェスがね、結構置物みたいな感じはあるんよな。なんかやっぱいらないよね、シカフェス絶対。あ、待って、シカフェス G じゃねえし、もう本当に、置物状態やないか、こんなやらかしたら。まあいいや、シカフェス G じゃなくても倒せるか検証。何の検証って感じになってるけど、どうだろう、ちょっとシカフェス G じゃなかったから火力耐えるかな。そこ心配だね。そうそう、あ、でもいったっぽいね、これね。明らかにさっきより火力出てるもんな、全然。あ、案外余裕だね。最後、ナイトニアスは降ってきたし、まあ、コキビでもいけたんですけど、あ、全然なんか余裕だったわ、最後は。うん、なんかシカフェスじゃないけども G 一発打たないでいいぐらいだったわ。あ、思ったより簡単だね、これね。うん。だからやっぱプリッチ結構強いな。シカフェスなんか G じゃなかったけど。まあ、一括に無特攻で勝てたからね。まあ、今回こんな感じかな。うん。まあ、自分がね、一番強い手持ちの4種族のどれからね、挑戦して無特攻でね、仲間にするまでね、夏目とかいない人は頑張っていただければいいかんとね。まあ、今後またね、勇ましだったり不思議、あとポカポカかな。もうね、挑戦していこうかと思ってるんでね。まあ、それもね、ご期待くださいということでね。今回の動画は以上になります。参考になったよってね、思った人は良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。